未来が読める能力と人の心が読める能力、欲しいのはどっち？未来が読める能力と人の心が読める能力、どちらも魅力的な能力ですが、どちらが望ましいかについては意見は分かれるところです。未来が読める能力は将来の出来事を予測することができるため、計画を立てる際に非常に有用です。しかし予測が外れた時に失望することもあります。一方、人の心が読める能力は人間関係を築く上で非常に役立ちます。相手の気持ちや考えを理解することでより良いコミュニケーションが図れますが、他人のプライバシーを侵害するリスクもあります。どちらの能力も望ましいものですが、バランスが重要です。常に未来を予測していても現在を楽しむことができず、常に他人の心を読もうとしていても自分自身の気持ちを見失ってしまうかもしれません。したがって両方の能力をバランスよく持つことが望ましいです。未来を予測しつつも現在を大切にし、他人の心を読みつつも自分自身の気持ちを大切にすることが重要です。